はい、おもちです。今回は、大学生が夏休みにやるべきこと5選を紹介していきたいと思います。皆さん、夏休みめっちゃ時間あるけど、何したらいいんだーってなってませんか？大学生の夏休みってめっちゃ時間あって、この時間をどう使うかで、他の大学生と差をつけられると思うんですよ。今回は実際に僕が実践していることで、これをやっておけば、将来絶対に役立つだろうっていうことをまとめてみたので、ぜひ最後までご覧ください。それでは、やっていきましょう。大学生が夏休みにやるべきこと、一つ目は読書です。まあこれ結構ありがちな内容だとは思うんですけど、よく大学の先生とかが読書しろって言うじゃないですか。でも僕めっちゃ本読むの嫌いで、小学校の読書感想文とかでもう初めの方だけ読んで全部終わらせちゃうぐらい本読むのが嫌いだったんですよ。なので大学生になってからも読書をした方がいいって分かっていても、なかなか読書する習慣はつけられなかったです。そんな中、今年の春休みにコロナで部活がなくなったりしてめっちゃ時間ができたんですよ。そこで毎日30分読書するっていう習慣を始めました。やっぱり始めた当初はきつかったんですけど、1ヶ月続けるとあんまりきつくなくなってきました。なので皆さんもこの30分読書を1ヶ月続けてみてください。読書をすることでいろんな人の考えや新しい知識が得られるので、本当にこの習慣ができてよかったなと感じています。で、おすすめの本は嫌われる勇気っていう本があるんですけど、もしどんな本を読んでいいかわからないっていう人がいれば、とても読みやすくて自分の考え方が変わった本なので、ぜひ嫌われる勇気読んでみてください。大学生が夏休みにやるべきこと、二つ目は、タイピングの練習です。タイピングが早くなった方が、将来仕事するときとかも、絶対役に立つと思うんですよ。そして、レポートを作るときとかも、タイピングするストレスが半減するので、タイピング練習することをお勧めします。で、どうすればタイピングが早くなるかっていうと、まず、ホームポジションを覚えて、土田でひたすら練習するだけです。ホームポジションっていうのは、タイピングするときの正しい指の位置のことなんですけど、まずこれを覚えてください。実際に僕が見た動画の URL を概要欄に貼っておくので、その動画でぜひ練習してみてください。で、ある程度ホームポジションを覚えたら、寿司だっていうタイピングのゲームがあるんですけど、これをひたすらやってください。僕は毎日5回寿司だをするようにしてます。1ヶ月続ければキーボードを見ずにタイピングできるようになるので、皆さんもぜひやってみてください。大学生が夏休みにやるべきこと、3つ目は英語の練習です。英語も話した方が就職とかも有利になると思いますし、いろんな価値観を持った人と話せるようになることって素晴らしいことだと思うんですよ。今回は僕が英語の習慣としてやっていることを2つ紹介したいと思います。1つ目はタスデイリーをシャドーイングすることです。これは中田敦彦さんの YouTube 大学でも紹介されているんですけど、ナスデイリーさんは1分間ぐらいのめっちゃかっこいい動画を毎日投稿してて、全部の動画に英語の字幕がついてるんですよ。で、僕はその動画に合わせて自分も英語で話すっていうシャドーイングをして、ネイティブのスピードに慣れるっていう練習をしてます。これ結構スピードが速くて慣れるまで時間かかると思うんですけど、この動画自体もすごい面白いので、ぜひ皆さんも1回見に行ってみてください。2つ目はネット英会話をすることです。僕はレアジョブっていうネット英会話をやってるんですけど、月6000円で毎日30分フィリピンの先生と会話をしています。結局英語って実際に話さないと上達しないと思うんですよ。なので英語を話せるようになりたいって人はネット英会話がおすすめです。英語はそんなに得意じゃないっていう人でも、その人のレベルに合わせて話してくれて、初心者の人でも安心して始められると思うので、ぜひやってみてください。大学生が夏休みにやるべきこと、4つ目はマコナリ社長を見ることです。実はこの動画、マコナリさんに憧れて作ったんですけど、こういう感じの大学生や社会人に役立つ動画を作っている人です。マジで有料級のめっちゃいい動画がたくさんあって、自分は結構マコナリさんの動画で生活が変わっています。おすすめの動画は、凡人で終わる人の悪い習慣ワースト5っていう動画で、この動画を見て面白いなって思う人は他の動画もぜひ見てください。大学生が夏休みにやるべきこと、5つ目は何を頑張るか決めることです。今回やるべきことをいろいろ紹介したんですけど、何か一つでもいいので明日から実行することを決めてください。僕だったら10月にトイックがあるので、夏デイリーをシャドーイングすること、ネット英会話をすること、トイックの勉強30分、この3つを毎日続けることを頑張ろうと決めました。皆さんは何をやりますか？ぜひこれは頑張りたいって思うことをコメント欄で共有してください。はい、というわけで今回は大学生が夏休みにやるべきこと5選を紹介しました。これからもボチャンネル水溜り研究所では、水溜りボンドさんに関係する動画だけではなく、B 大生に役立つ動画も作っていきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。また水溜りボンドさんと直接会ってご飯を食べるという夢に向かって頑張っていきますので、これからも応援よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。今日も見てくれてありがとうさ、今日も見てくれてありがとうさ、明日からまた頑張るさ、この場所で。